中田先生、はい、これといった趣味がありません。イスラム教の人はどんな趣味を持っていますか？実は結構日本のアニメが流行っています。ドラゴンボール、デスノート、鬼滅の刃などもみんな見ています。ですから、日本人だというとアニメの話で盛り上がって自慢することができます。さらに中田先生、はい、陰気すぎる自分が陽気になるにはどうしたらいいですか？はい、陽気なんて、まあ、軽薄だばっかりですから慣れ必要はありません。古今東西、沈黙は金という言葉があります。アラブにもあります。また預言者ムハンマドは余計なことは話すなと言っています。さらに中田先生、はい、気が強すぎて何事も継続できた試しがありません。どうしたら一つのことに集中して取り組めますか？はい、薬を飲みましょう。典型的な質問ですね。障害は、恥ずかしくても別に罪ではありませんから、胸を張らなくてもいいからコソコソとでもお医者さんに行きましょう。お医者さんも商売ですからニコニコ笑って薬を処方してくれます。薬なんて飲んだらおかしくなっちゃうとか思うかもしれませんけれども、もう今でも十分おかしいんですから、これ以上悪くはなりません。だから簡単に治る薬を飲んでみるのが一番です。預言者のマンマドも、神様は老衰以外には全て薬を用意されたというふうにおっしゃっています。さらに中田先生、はい、一人暮らしですか？家事がどうしても面倒くさいです。家事が楽しくなる考え方を知りたいです。断捨離しましょう。日本だと冬は寒いので布団ぐらいは残しておかないといけませんけれども、物をなくしてしまえば家事の負担もなくなります。フロアにも物を持つことが問題の種というふうに書いてあります。さらに中田先生、はい、友人と喧嘩してしまいました。仲直りするには何をしたらいいですか？はい、お金をあげましょう。大抵の人間はお金をもらうと喜びます。昔のドラマに同情するなら金をくれという名セリフがありました。イスラムでも喧嘩している相手を仲直りさせるために記者を配りなさいという教えがあります。さらに永田先生、はい、周りの同世代が自分よりずっと大人に見えます。どうしたら彼らのように自分も大人っぽくなれるでしょうか？はい、髭を生やして杖をつきましょう。最近では人は認めが10割とか言われますけれども、有名者のアンマドもクイワンを読むときには泣けないんだったらは泣いたふりをしろというふうに言っています。だから見た目から入るのが一番です。大人っぽくなりたいなら大人っぽい格好をしましょう。だから髭を生やして手をついてトリックハットなんかもかぶってみるといいかもしれません。さらに中田先生、はい、両親が早く結婚しろとうるさいです。どうしたら黙らせられますか？はい、結婚すれば黙ります。人間なんて一日一日劣化していきますから、一日でも早く結婚すればいいんです。まともな人間ほど早く結婚していくので、相手の方も結婚が遅ければと思った方がいいです。さらに中田先生、はい、自分は顔にコンプレックスがありますが、整形する勇気もお金もありません。どうしたらいいでしょうか？はい、そういう時は仮面をかぶりなさい。最近だとハロウィンのような人の風習が日本でも広まっているので、ドンキとかに行けば安い、仮面を売っています。それに今随分その、マスクが流行っているので、大きめのマスクをしてみるのもいいかもしれません。イスラムでは女性が顔をすっぽり覆うチャドルをつけるのがよく知られていますけれども、北アフリカの、トワレグ族なんかは男性でも仮面をしています。だからマスクをするのが一番です。さらに中田先生、はい、仕事を頑張っているのに給料が上がりません。転職すべきでしょうか？いいえ、頑張っているのに給料が上がらないんだからきっともでしょう。転職すればまた新しい仕事を一から覚えるわけですから、ただどっちかだって言われて、給料もまた下がって一からやり直しです。有名者のマンマドも長続きする仕事が一番というふうに言っています。長く続けられるのが一番です。さらに中田先生、はい、つまり浮気されましたが離婚する勇気もありません。黙認するか離婚するかどっちがいいですかね？はい、石打ちにするのが一番ですね。昔の日本では、妻の不倫はでも構わなかったんですけれども、今でもヨルダンとかトルコだと世間でもそれは評価してくれます。でも日本だと、捕まるかもしれません。ですから捕まりたくなければそんな女は放っておいて二人目の妻をもらうのが一番です。さらに中田先生、はい、
給料は下がるけど、興味のある仕事に転職するかどうか迷っています。お金を取るかやりがいを取るか、どっちがいいでしょうか。お金かやりがいか、どちらかが手に入る、そういう根拠のない自信はどこから来るんでしょうか。こういうパラスの質問は、給料が安い、ブラックだ、ブリックジャブに着くのが平米で、被害者の未来が見えています。さらに。中田先生。はい。貯金がほぼありません。増やすにはどうしたらいいですか。お金を貯めるには、たくさんお金を稼ぐか、お金を使わないかのどちらかです。こんな質問するやつは、多分お金を稼ぐ能力はありませんから、ふやくずしかありません。盛りがタバコを吸うなんか、言語道断です。雨水を食べて飲むとは言いませんけれども、水道水を飲めば十分、お茶や水のペットボトルかなんて、贅沢は許されません。本当はお金を貯めるには、人に施すのが一番いいんです。クロアにも、来ては財産を増やすというふうに書いてあります。疑わしいなら私にお金を恵んでください。そうすれば何倍かにして返してあげます。西川は。中田先生。はい。同僚が優秀すぎて劣等感が止まりません。気にしない方法を教えてください。どうせ勝てないなら孤軍になるのが一番です。優秀な日本人がいると自分も偉くなっている気がするもんですよね。優秀な同僚が孤軍になれば虎の意を変えて威張ることもできます。今時のイスラミことなんてみんなクッばっかりですけれども、被害者はマンマドが偉かったので自分も偉くなったような気になって、大威張りしてる人がいっぱいいます。ただ中田先生、はい、フリーランスですが営業が嫌すぎて困っています。今からでも会社に就職すべきでしょうか。はい、営業もできないようなフリーランスが会社に就職できると思っているのが間違っています。被害者はマンマドも不安なくても定職に就くのが一番というふうに言っています。さらに中田先生、はい、部下が自分の言うことを聞かずさらに余計なことをしてきます。どうしたらもっと仕事ができるやつに成長させられるでしょうか。はい、部下にバカは育てられません。見るからに無能そうな上司ですね。フロアにも、神様は人間に自分の器以上のものを課されないというふうに書かれています。だから自分は人の上に立つような器ではなかったと諦めて、そいつのことは放っておいて自分にできることに専念するのが一番です。ただ中田先生、はい、仕事が忙しすぎて休む暇がありません。でも仕事がなければ生きていける気がしません。どうしたらいいですか。はい、日本では仕事がないぐらいじゃなかなか死にません。クロアンには神様が思いもしなかったところから食べ物を恵んでくださるというふうに書いてあります。今日本は坂道で転がり落ちるように貧しくなっていますが、昔の蓄えがあるのでまだまだ、道に餓死者が転がっているというような状況にはなっていません。ですから、仕事がないぐらいでは今の日本ではなかなか死ぬことがないんですよ。ただ中田先生、はい、仕事を探し中です。日本でできるイスラム関係の仕事ってありますか。ありません。あなたのような無知な人間はいらないです。そもそもイスラムを金儲けの手段にするというのが間違っています。今のようにネットでイスラム学の古典がいくらでも手に入るようなところでイスラム学の博士号を取った程度の人間でもその程度の学識がいらないぐらいです。ましてやあなただと全く使う道はありません。さらに中田先生、はい、自分がこのまま結婚できないかもしれないのが怖いです。どうしたら魅力的な女性と結婚できるでしょうか。身の程をわきまえなさい。魅力的な女性と条件をつけるのが厚かましいんです。そもそも日本の民法にも結婚は両性の合意しか書いてありません。ゴリラやカマキリでも言ってなくて人間であるだけでもありがたいとそう思うべきです。さらに中田先生、はい、他の人に言い訳ばかりしている自分が嫌です。どうしたら自分を変えられますか。はい、黙ってろ。バッカっぽい質問だな。ただんで難しいこと言っても分かんないと思います。適切なアドバイスをしてもどうせ言い訳ばかりしてやんないんだろうから、誰でも分かる簡単なアドバイスと言うと黙ってるというだけのことです。でもまあ人生は変わらないから変わらないだろうけどね。どうせ言ってもだから分かんないと思うけれども、世の人も何なども人間は人生のままに行動するのが優しくできているというふうに言っています。さらに中田先生、大切な友人がマルチにはまりました。どうしたら正気に戻ってくれるでしょうか。マルチにつける薬はありません。病気は治るけれども、他は治りません。
バカはバカなことをするように神様に作られているんだから仕方がありません。バカはバカを言うもので、大抵バカで言う人のバカです。あなたもバカと男性は高いけれども、まあ例外もあります。ただ、中田先生、はい、妻の両親が自分を嫌っています。仲良くなるためには何が効果的でしょうか。お金をあげましょう。大抵の人間はお金をもらうと喜びます。預言者マンマドも、喧嘩をしている人間を仲直りさせるのには記者を払っていいというふうに言っています。だから、お金をあげると一番喜ぶと思います。さらに中田先生、はい、友人がイスラム教の信者だと知りました。友人として気をつけてあげられることはありますか。はい、イスラム教徒にろくな奴はいませんから気をつけるべきです。私が言ってるんじゃありません。預言者マンマドがマッセになるとイスラム教徒はドブ川を流れるゴミのようになるというふうに言っています。臆病で世界中の民族から馬鹿にされている、まさに今のスリムの姿です。さらに中田先生、はい、最近太ってきましたがダイエットが続きません。どうしたら痩せられますか。楽をしたければイスラムのスーフィーになるのがいいと思います。スーフィーというのはイスラムの神秘主義の修行者で、少しずつ食事を減らしていく。そうすると1ヶ月経つと1日パン1枚で我慢できるようになる。ですので楽をしたいのであればイスラムの数分になるのがいいと思います。さらに中田先生、はい、楽してお金を稼ぐにはどうしたらいいですか。生活保護をもらうことですね。本当は天国に宝を積むのが一番いいんですけれども、まあ、それがわからないくつでも生活保護がもらえるのが今の日本です。こんな無理な制度がいつまでも続くとは思いませんから、今のうちにもらっておくのがいいですね。さらに中田先生、はい、両親が喧嘩ばかりしています。仲良くできる方法が知りたいです。はい、ヤクザの女に手を出しましょう。喧嘩をしていた部族がイスラムに入信して仲良くなるという話があります。イスラムでなくても共通の推しができるとか、そういうことでも構いません。でももっとわかりやすいのは、喧嘩をしていられないほど大きな問題を起こすことです。ですから、ヤクザの女に手を出すとか、反社の連中に借金をするとか、そういう問題を持ち込めば、両親も喧嘩をしているどころじゃなくなって仲良くなります。さらに。中田先生、成人しているのに、両親があれやこれやと、自分のやることすべてに口を出してきます。どうしたらほっといてくれるでしょうか。はい。ウクライナのドンバス地方や、シリアや、アフガニスタンに渡航すれば多分ついてこないので、ほっといてもらえると思います。さらに中田先生、はい、人生が何もかも辛すぎてもうダメです。助けてください。はい、トルコかパキスタンで日本語教師をやりましょう。それともアフガニスタンに留学してムガール帝国の復興に余生を捧げるというなら、私が助けてあげましょう。さらに中田先生、はい、性的欲求を抑えられなくて困っています。そういうことを考えなくするためにはどうしたらいいですか。はい、ブラック企業に勤めるかホームレスになるのが一番です。イスラムの教えでは断食しろというふうに教えているんですけれども、日本のように美味しい食べ物がそこら中に溢れているところだと難しいですよね。ですから5分間の食事休憩を取らせる、120時間サービス残業というようなブラック企業に勤めるのが一番です。あるいはイスラムの教えではスーフィーの先生は弟子が修行に専念できる環境を整える義務があります。ですから私に全財産を寄付してくれれば、それを仮設最高のために使ってあげます。そうすればホームレスになってそんなこと考える暇もなくなるでしょう。さらに中田先生、はい、将来がなんとなく不安です。希望が持てる言葉をください。将来といっても人間なんてたかだか100年ぐらいしか生きません。メメントモリという言葉があります。死を思えというキリスト教やイスラムでもよく言われる言葉です。死んでしまえば、貧乏でお腹が減ることもなければ、病気で苦しむこともありません。嫌な上司にパラパラされることもありません。だからどうせ死ぬと思うのが一番です。さらに中田先生、はい、彼女ができません。どうしたらモテますか。はい、カリフになるのがおすすめです。俺すごいアピールをするならカリフになるのが一番です。カリフというのは預言者ムハンマドの後継者のことです。世界15億人の、イスラム教徒のトップです。
もともとは結構難しかったんだけれども、今は人手不足なので、簡単になります。比較なんか問われません。というのは、ちょっとブラックな企業で、何しろ創業者から3代続けて、従業員の恨みを買って暗殺されているぐらいですから、詳しく知りたい人は、俺の妹が彼なわけがないというめちゃくちゃ面白いラノベがあるので、それを読んでください。どんな人を言うことがよくわかります。さらに